おはようございます。僕はですね、 JR 北海道札幌駅に来ております。本日なんですけども、日本最北端ですね、稚内に行きたいと思います。札幌から稚内まで1日1往復だけ運転されております特別急行宗谷、こちら使ってね、今回稚内に行きます。昔はですね、もう少し本数があったんだけども、今旭川駅とかでね、系統分離っていうのが行われてて、今回のこの宗谷号、朝7時30分にね、札幌を出るんだけど、この列車が出た後ね、札幌から稚内に直通する特急列車っていうのは運転されていません。その後はね、ライラックとかハムイ使って旭川まで行って、で旭川でね、旭川始発の稚内行きのサロベツに乗り換えて、もう稚内まで行くといったような感じになります。宗谷本線の特急列車自体ね、1日3本しか設定されてないので、列車本数結構少ないんでね、時間乗り遅れないように注意してください。他にもね、稚内行こうと思ったらね、今右側にね、高速バスいろいろ止まってますけども、北海道のバスですね、バス使って稚内に行くってこともできます。夜行バスも確か運転されてたし、中高便もね、何本か運行されてるので、特急列車使うよりもね、高速バス使った方が料金的にも、ダイヤ的にもね、使いやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、とりあえずね、今回なんですけども、札幌7時30分発特別急行宗谷を使って稚内に向かいます。よろしくお願いします。札幌駅の改札にやってきております。今回利用するのはこちら一番上にから2つ目ですね、7時30分発特別急行宗谷稚内行き。1日上り下り1本ずつしかね、設定されてないんで、号数表記っていうのはないんですよね。もう特急宗谷単独です。この列車を使いまして稚内まで所要時間なんと5時間10分でございます。めちゃくちゃ長いよね。はい、もうなんか果てしない距離走っていくんだなって感じがするんだけども、今回ねグリーン車にしようかなと思ったんだけど、グリーン車埋まってたんでね、もうすいません、普通車で5時間10分乗り通していきたいと思います。宗谷で使われてるね、261系グリーン車9席しかないんですよね、21の配置で。なので結構ね、曜日とかによっては争奪戦になると思います。特急宗谷では車内販売とかっていうのもないし、自動販売機とかっていうのもないんですよね。なので必ず飲み物はね、乗車前に購入しておくことをお勧めしておきます。なんならね、食べ物とかも購入した方がいいです。今回僕パンね、朝ごはん食べたんですけども、おにぎりだけね、購入してます。はい、果てしない距離移動しますからね。あ、アンパン買えばよかったな、アンパンうまそう。ホームに上がったんだけどね、結構待機列できてますね。旭川までの利用がね、多いと思います。自由席1両しかないのか、マジか。列車到着です。261系特別急行宗谷稚内行きです。特急宗谷で使われている261系、もちろん機動車での運転です。電車特急ではありません。4両編成というね、非常に短い両数です。今回ね、自由席なんだけど、もうね、いっぱいで座ることができませんでした。相席ですらね、座れなかったんで、もう今回途中の旭川まではね、立っていこうかなと思います。もうおそらく旭川でだいぶね、降りると思います。はい、ライラックカムイのね、あれもこの列車が担ってるということで、この時間帯は旭川までの需要がすごい高いんですよね。さすがに宗谷本線になると一気にお客さん減ると思いますよ。はい、ということで定刻7時30分ですね、列車札幌駅を出発します。今から5時間10分かけて最北稚内の町に向かいます。同時刻にね、札幌を出発する列車として、向かい側785系特急スズラン号がね、あります。機動車の割にはね、結構静かですよね。お、スズランを追い抜きます。
停車駅は岩見沢、岩見、砂川、滝川、高川、旭川、松阪、標津、名寄、岐阜田、小出雲の中、心の目、豊の海、南湾田、終着、バンダライナス。列車は4両編成、前から1号車、2号車、3号車、4号車です。車内は全て運転で自由席が4号車です。トイレは2号車、3号車にあります。次駅は全程禁烟列車、使用手機通話令和、请前往车厢之间的连接通道。为了不打扰其他旅客，列車旭川の停車駅の一つ前ですね、深川を出発です。次旭川ですね。もう1時間半ぐらい乗ったことになるんでね、案外立っててもねそんな苦ではないですかね。外の景色ぼーっと見たりね、いろいろと調べたりしてると時間もね一瞬に感じますよ。ちょっと天気がねなんかどんよりしてきてるような気はするんですけども、雨がね降ってないことを祈ってます。はい、ということでですね、函館本線もこの旭川で終わりです。ここから先ね、この列車宗谷本線に入っていき、非電化路線に、ね、なっていきます。旭川に到着しました。向かい側には札幌駅の電車特急ライラックが停車中。お、キハ40だ。宗谷線普通列車かな、あ違うわ、滝川駅なんで函館本線の列車ですね。キハ40減ってますからね、最近乗っといた方がいいですよ。はい、ということで帝国通りね、旭川に到着したんですけども、まあ旭川でね結構な方降りたけど、まあでも旭川から乗る人もねそれなりにいらっしゃるんで、まあ、結果的にまだまあ座れないことはなさそうだけども、もうなんかこのまま立っていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、正直全然立ってでもね苦痛ではないんでね、はい、外の景色見ながらって感じなんで、すごいね自由席1両しかないので本当に座席で座りたいんだったらね早めに並んで乗る必要があります。旭川ではね乗務員の交代っていうのがあるんで2分間停車します。この先揺れることがありますのでお気をつけください。またエゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は手すりなどにつかまってください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急宗谷稚内です。停車駅は那須さん。感染症拡大防止の取り組みとして、指定席をご利用で事前に切符をご購入いただいたお客様への乗車券類の車内配布を控えさせていただいております。車内配布へのお客様のご理解とご協力をお願いいたします。またご利用のお客様にお願いいたします。お客様に安心して列車をご利用いただくため、マスクの着用と会話は控えさせていただきますようお願いいたします。
川を出てね、まあ、大体30分弱経ったんですけども、もうね周り山です。木しかありません。もう山の中をね単線の線路が通ってるんで、ずっと緑って感じですね。開けてもないからね、さっきまでの景色とはもう全然違います。やっぱり札幌旭川、まあ、あの国道12号線が通ってるあたりというのはかなり都会ですよね。そう思うとね、もうそこから先磯貝本線ずっとこんな感じの景色なんで、日中はね、まあ、まだ緑を見れて楽しいんだけど、俺夜になるとね本当に真っ暗でね何も見えないんですよ。でおかげに動物とかとね接触したりするってこともよくあるんで、本当大変だなと思うし、運転手さんとかねすごい神経使ってるんじゃないかなっていつも思いますね。どっからね動物が飛び出してくるか分かんないですから、こんな感じで引き続き立っていきます。市別に到着です。この駅で稚内発旭川駅の特急サロベツ2号と行き違いです。あちらも自由席結構混んでますね。札幌出発して2時間半ですね。列車は宗谷本線の中でもかなり大きな駅、名寄に到着です。旭川からね、名寄はまた比較的本数あるんだよね。快速名寄とかも運転されてるんだけど、名寄から北がね、一気に列車の本数減ります。名寄駅はね、もちろん有人駅ですから、それなりの大きな駅です。名寄駅を出発です。隣に止まってるのは H100系です。あ、奥にはリハ54でしたっけ、止まってますね。この先エゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがあります。ご乗車ありがとうございます。そばで有名な駅です。閉店しちゃうんですよね、あの有名なそば。ということでね、札幌出て3時間以上経ちましたけども、ずっとね立ってきてますから、まあ、あと2時間ぐらいで到着です。列車ホロノベに到着です。札幌出発して4時間と、ね、15分経ちました。まあ、あとね50分ぐらいで、ね、終点の稚内に到着です。で今ね自由席のところちょっとね車内見たんだけども、未だに相席になります。はい、もう窓側はね全部埋まってて、で通路側もねほとんど埋まってる。8割強乗ってますね。うわー、もう本当思ってた予想以上の乗車率でちょっとびっくりしてます。すごいね、4両だと結構きついんじゃないの。今日夏休みといえど平日ですからね、まあ、これから先ねお盆とかになっていきますけども、かなり需要があるみたいですね。ただね1本逃すと次ね特急サロベツとかにね乗るとしても5時間後とかになっちゃうんで、結構大変なんですよね。普通列車の本数もめちゃくちゃ少ないしね、名寄から先に1日普通列車4本とかしかないですからね、ほんとシビアです。今ね豊富駅に停車してたんだけど、セイコマートにね豊富コーヒーってあるじゃないですか。あれ結構好きなんだよね。100円とかでめちゃくちゃ安く買えるんだけどね、あれの豊富ってここの豊富よね。あ、そうそう、豊富温泉だ。日本最北の温泉郷、なんか視聴者の方に勧められたんだけどね、
いや、なかなかちょっとアクセスがねきついな。豊臣駅出発しました。まあ、40分でね、稚内ですから、まあ、これから先抜海とかね、廃止が検討されてる駅とかをね通過して稚内の街に向かいます。そろそろねゴールの稚内も見えてきております。車掌さんにね、ずっとね同じところに立ってると余計その足に負担がかかるから、ちょっとね動き回ったりすると楽ですよみたいなことを言われたんですよね。まあ確かにその通りで、まあ、足ねその場で動かしたりして、まあ、なんとかやってるんだけど、うん、まあね、あまりうろちょろするとね、その他の人に迷惑になっちゃうんで、このデッキのところはね人来ないからね、まあ、この辺でちょろちょろしてるんだけど、この自転車とかね積み込んでる人とかも結構いてね、デッキのところに大きい自転車があったりするんだよ、はい、なのでちょっとあれなんだけど、まあ、なんとか耐えましたよ5時間ね。え本当に、まあ、ぶっちゃけね座席座ろうと思ったら座れたけど、まあでも相席になるのは必須だしね、え混んでるよそうやろう。あ、来た来た、ここだ、ばっかい。おお、人いた。はい、超秘境駅として知られてるばっかいですね。海がいよいよ見えてきました。もう稚内の街も目と鼻の先です。一瞬ねしっかりと海確認することできますね。でもこの辺はね本当にその人が全然立ち入ってない感がねすごくしていいよ。なかなか青空もね若干出てきてるんで嬉しい限りですわ。はい、ということで、ね、列車まもなくね南稚内に到着です。稚内の町の中心部はね南稚内ですから、都会に行きたいんだったらね南稚内で降りた方がいいと思います。まあ旅行好きとかね鉄道好きの人は日本最北端の駅に行きたいと思うので、基本的にはね、稚内まで乗り通すと思いますけどもね。駅の規模自体もね、南稚内の方が大きいですね。稚内は単線なんで、単線というかね、一面一線なんでね。日本最北端の駅終点の稚内に到着でございます。いや、まあ無事にね帝国通り到着してくれてよかったなと思います。この列車折り返し佐路別号としてね旭川行きに変わります。まあ、先ほども言いましたけどもかなり混雑します。夏休みシーズン自由席乗る際はね札幌駅で早めにねホームに並んでおくことと、まあ、できたらね指定席押さえる方がねいいような気はしますね。はい、そんな感じです。本当にあの札幌旭川間に関してはね他にもね立ち客の方出てたぐらいね座席全くなかったんで、それぐらいの混雑だということです。夏休みといえど今日平日です。有効都市をね締結してるんですよね。北と南の始発終着駅ということで、そんな稚内駅日本最北端の駅です。北緯45度25分ということでね、日本広いよね。はい、そんな風に思いますよ。では改札出ます。普通にね横にね道の駅稚内あるんですよね。懐かしいな、稚内2年前かな、夏来た時ね野宿したんですよ。ここでホテルで満室で撮れなくてね、めちゃくちゃ凍えてたの覚えてます。 YouTube ライブでもねあの時セルフよかったなって今ねやと思ってるんだけど、はい、そんな感じで日本最北端の線路ということでね、昔はもうちょっとね線路伸びてたんですけども、もう今はねもう稚内駅から先は線路伸びてません。は
はい、そんな感じで到着です。はい、ってことで今回ね、特急宗谷使ってね、札幌から稚内までずっと立ちっぱなしで来るっていう動画でした。まあ、結構疲れましたけども、人がねこうやって苦労してる動画っていうのは結構面白いと思うんで、また今後もね、なんか機会があればねやりたいなというふうに思います。はい、ということで動画ね一旦ここで区切ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。